どうもアルジェンタノです。どうもアルジェンタテガンです。どうもアスケンです。どうもティです。どうもジェルです。おみたです。どうもバカです。どうもハロです。どうもエイティ。はい、というわけで今日はプロとサッカーをする日です。そんな日あるんすか我々に。そんな多分同点ぐらいかな。いや自信がすごい。まあ、100% 勝ちたいと思うわけですけれども、プロに 100% 勝ちたい、はい、プロに 100% 勝ちたいという、はい、まあ、今日 PK 戦しかやらないんですよ。そもそもね。そもそも、まあ、どうやったら勝てるかっていうと考えたんですけれども、はい、PK の距離どんどん近づけていけばいずれプロの戦力とトントンになる説。おー、そもそもトントンまでなんよね。いやいやいや、間違えた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 。ギリ勝てる説。ギリか、あー、また分かってる。ギリ勝てる、ギリ勝てる説。近づいていけば、はい、僕らでも技術差がなくなって、あとはもうなんか気合だけなんじゃないかって思うわけですよ。確かに。キーパーめっちゃ怖いっすね、こっち側。キーパーの度胸だね。鬼怖いっすよ、こっち側。はい、というわけでやっていきたいと思います。はい、メイクイットパスボーフィーズ予感。かわいい、かわいい、久々にストレートのやつ来た。選手、入場。こちらがですね、愛媛 FC さんの元プロの現コーチの皆さんでございます。今日はこの皆さんが対戦相手ということで、花さんどうですか？そこはありません。絶対そう思われてないよ。絶対そう思われてないよ。ということで試合始めたいと思います。両者でお願いしまーす。黒はなんか下からこの辺当てる感じで、横から横からこう。ああ、いいな、いいな。リリック、おー、ちょっとずつ上昇させていきたいと思います。でもこれ結構簡単やな、思った以上に。リターンホームやります。これ押すと勝手に飛ばしたところに戻ってきてくれるらしいです。はい、ということで絶対勝とう。はい、よし。プロテインマスター。忘れてた。想定内です。
チーム勝利と。ということで、1メートル近づけて勝負。いきます。オウ。1メートルだから。それでは2回戦1メートル半で行きたいと思います。1人目、よーい。うわうわナイスカルさんナイスうわ止められた普通にかっこいいすげー止めるいきますいけるいけるあーうわーうわーおい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 ビビったぞマナでよマナでよおい小笠原さん見てたかお前うわーうわーやばいうわーやばいうわーなめられたぜ早いって下りしちゃったのにうわーうわーうわっ！すごい！顔がつってもめちゃくちゃ緊張してた。じゃあ皆さん、1メートル近づいたことでさっきよりいい戦いしてて延長戦です。ほんまや。サドンデス1本目いきます。うわそんな素直に見とるわけない。しかし早く早く顔を。そんなんじゃプロに勝てへんぞお前ら。どんどん行け行け。お前は上しか行かへんのかお前ほんまに。早く早く。しかし狙ったとこに行ける練習しよう。左隅上よ。うまい。まあまあうまいよ。わが全然打ってない。あおって手だけ打った。2メートル。はい、近づけて。いきますよ。怖い。いきますか。相当近いですが。ああ、いい。いい。いい。よし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 。お願いします。完全に冷めた完全にやられました冷めてない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 うわーいやでもいいいいいいイエーイスーパーよしよしよしすごいこれでしょよし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 楽勝楽勝ナイスですこれ投げてます。助け頼む。
ゴールキーパーの黒川さんは、いや皆さんこの短期間で上手くなりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。師匠ありがとうございます。ということで両者気をつけレッ、愛媛FCの皆さんありがとうございました。というわけで今回はドローンを作っている DJI さんとのタイアップ動画になっておりまして、この DJI Mini 2というね、まあ、新しい機種で撮ったんですけれども、なんとこちらのね重さがなんと 199g とリンゴよりも軽いという、リンゴよりも軽い、リンゴ1個分よりも軽いというのがもう大変売りのポイントです。ニュートンもびっくりやね。ニュートンもびっくりもう PK の企画中に私もこのねドローン使わせてもらったんですけども、めちゃくちゃ画質が綺麗ですよね。もうだから 4K 対応の画質でかつ4倍ズームなんですよ。
僕機械音痴ですけど、僕でもピューって操作できました。めちゃくちゃこれ初心者でもね操作しやすいということで、これ非常にね初心者の方にもおすすめな商品になってます。クイックショットというドローンが自動で動画を撮影するモードがあって、このサークルは目標を中心に丸く周回してくれるんだ。このロケットは目標を捉えながら真上に飛んでくれるし、このヘリックスは竜巻みたいに上昇しながら周回してくれる。ヘリックスってアルファヘリックスかよ。使い方は簡単で、ここをタップしてクイックショットの種類を選んでもらったら、あとは目標物を指でスワイプするだけ。緑色で囲まれた部分が目標物に設定されて、あとは録画ボタンを押せば勝手に撮ってくれる。むっちゃ簡単じゃん。めちゃくちゃ面白い画角で映像を撮れたりするんで、よかったらみんなもこのドローンを使って楽しい動画を作ってみてください。気になった方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。それでは今日の動画終わります。さよなら。さよなら。愛媛いいとこやね。うわ、入った入った。あ、こっち側とかいい。あっ、あうわ、いいな。泳いできた。